熟女組の瀬戸恵子です。私の人生の中の自己見極め例をお届けしております。第8回目。29歳。よいしょ。頑張る。阪神淡路大震災により、生きるパワーが完全に失われ、相うつ病になる。生まれて初めて心療内科、 精神科を受診し、と思ったんだけど、この間、バカフシー読んだら、ちょっとその前に行った感じなんだけど、ちゃんとして、えっ、ー、と、カウンセリングしてもらったのが、これが初めてです。を受診し、カウンセリングを受ける。マークシート式のあ、マークシート式と短文を制作するカウンセリングにより、そう、人生のテーマが、 酒と男と睡眠であることを知らされ大ショックを受けました。子供の時から母親にお前はキシガエおかしい気が狂ってるとか言われて精神科行ってこいとかよく言われてたんですよ。なので精神科にこう行くってなんでなんかああやっとこれたみたいな。でそこでいろいろカウンセリングとかね短文を例えば私はな空白なの とか、なんかそういうのを200問ぐらいかなんかあって、で、ようやく、あ、私本当の自分に会えると思って期待してたわけですよ。それがどっこい,いそのテーマが、酒と男と睡眠って言ったら、なんかこれ本当勝負じゃないですか。で、もう大ショックを受ける。あ、ね、書いてある。それは、思春期から感じていただいた、売春婦の血縁、ね、DNA があることを裏付ける結果だった。 ね、17歳の時から脱ぎたいと思ったりとかさ、ね、そういうなんて汚れ役、ね、起こさ、かされる役とかそういうのだったら演技をしないでできるからやりたいと思ったりとかさ。で、もっと言えばこれ29歳ですけど、じゃザ・芸能界ってみんなこう、身売りっていうかさ、そういう話来るの私一回もないんですよ。<laughs> これが <laughs>。一回もないから自分からね、18、17の時かな、愛人パンクに自分から登録しに行きました。 そういうタイプ。そう、17、18になった時かな多分、18、うん。そうなんですよ。そういうことなんですよ。一回もないんですよ。未だに、いや、ポルノ系やってる時も一回もないですねで。そうは思わせないなんかあるんじゃないんですかね。<laughs> わかんないですけどね。<laughs> はい。で、日本の精神医,が医療は、薬の投与しかできないことを知らされ、悩んだあげく、逆療法として、 災害時にボランティアに行くことにした。自分でね、薬で投与して、フラットな感情とかもないような人になるんだったら、あの、自分で治しますと。で、だいぶ、これ行った時にね、行って、10日間ぐらいボランティアしたんですよで。帰ってきて、だいぶ回復したけども、完全ではなく、で、その時にね、あの、自分の生き方に問題があると思ったの。直感で。 だから一回無にしてみよう。リセットしてみようと。女を捨ててみようと。結局ほら、心療内科の経過がさ、酒と男と睡眠みたいなことだから。で、女を捨ててみようと思ったんですよ。で、2DK の家財道具をすべて処分。ね、飼っていたニューヨークらも持ってきた犬も里子に出し、まだね、小さかったから、あの、欲しいって言ってくれる人がいたんですよ。 で、スキンヘッド、初めての丸坊主にし、ボストンバッグ一つの荷物で、初めての肉体労働、農家に住み込みに行き働きに行きました。はい。で、自然が持つ偉大な癒しのパワーにより、心身ともに助けられた。これ見極めたまこうか。 15歳からずっと一人で生きるために生活に追われすぎていたことを見極め。ね、家賃払ったり。うんと、二十歳くらいまでは、二十歳、十八、いやいやだ、だからもうお金がないから愛人バンク行ったから、十八より前までは多少仕送りあったけど、あのー、それからはだから、とにかく家賃払う、食費払う、 みんなお友達は、あの、好きに遊べるけど、とにかく家賃に追われました。家賃に追われました。だから、そう、高いところに、高いところに住むと、やっぱ男の子呼んじゃうから、で、呼んじゃって、嫌な思い出があるとリセットしたくなるの。そうそう。昔は、あの、手帳、1年間の手帳とかも、年間、下手したら3冊ぐらい変えてましたね。嫌なことがあるともリセットしたいの。うん。だいぶ、でも40歳ぐらいまでそういう癖がありましたよね。 うん、そうそう。それで、だから、7万とか8万とかも、最高でも、でも10万ぐらいしか払ったことないかな。下は1万円。そうすると、やっぱり1万円だとネズミとか出ると、やっぱりここでは無理だなと思って、まあ、6、7万ところに。でも、6、7万でも、その当時はまだ、敷金、礼金なんちゃらで6ヶ月必要だから、まあ、そのためにお金出ていくわけで昔はなんか、引っ越し貧乏みたいな感じだよね。まあ、貧乏ではなかったっていうか、トントン、トントン、いつも。で、 えー、だから15歳からずっと、ね、生活するために追われすぎていたことを見極め、しばらく静かな生活を送ることにする。将来は、だからこの頃から表現者と生きたい、表現者として生きたいと思ったの。29歳。29歳でだから例えば今55歳で引くと、えー、で、反対か、55から29引くと、 えー、だから26年ぐらいかけて今の私がいるわけよね。で、純粋にね、表現者としていきたいと思い、幼稚園児のような、普通に純粋に作品作りを始める。最初絵とか書いてたんじゃないかな。30歳。二度目の不倫。 ね、あれだけもう怖い思いして嫌な思いしたから不倫だったけど、この場合、相手がものすごくこうアプローチをしてきたんですよ。うん。で、相手からの思いは、本当の愛ではあったが、あ、本当の愛ではあったかもしれないが、ね、本物の愛ではなかったと見極め別れる。以降、不倫は二度としないことを誓う。で、本当の愛ではあったと思うんですよ。でも、本物ではないと。 いうところですね。でも、この人のおかげで、この、相うつ病からなって、農家に行って帰ってきて、一年ぐらい、一年十ヶ月ぐらい、あのー、この人がサポートしてくれてました。うん。だけど、結局、なんていうの結局、別れないんでしょって、別れられないんでしょって言ったらさ、本当に好きかもしれないけど、本物じゃないでしょっていう。 結論でしたね、うん。でも今となっては不倫っていうのは、もう自分も女性だから、あのー、誰かを傷つけて付き合うのっていうのはもうないよね。で、私はもう、なんていうの、もうっていうか強いから別に一人でも生きていけるし、多分、普通はあんまり一人では生きていけないんじゃないなんていうのかな。うん なんて普通の人だったら、だから専業主婦の人とか、普通の人だったら、別にそういうちゃん旦那さんがいたりとか、ね、既婚者であるっていう、なんかこう、守りみたいなの必要じゃないですか。あとはもっと言えば、会った時点でもう結婚してんだったら、その時点でご縁がないですねっていうぐらいの話。で、反対に、出会う人でも、あ、素敵ですね、と思ってても、離婚してなかったりすると、いや、別居ですとかさ、 何て言うのうん。席は入ってるけど別々に暮らしてますと。そういう例が何件かあったんですよ、先日っていうか、この数ヶ月。でも過去の生産してない人に未来はないです。はい。そういうめんどくさがっちゃってるから、めんどくさいことをきれいにしてれば準備できてるわけじゃないうん。でもそうじゃないって、だからそういう人はまあ不誠実では,誠実ではないし、 なんか、もうその段階で違うっていう感じですね。でも、そこまで行き着くまでに、やっぱり学びがあるわけですよ。全部が全部成長するためのきっかけだから。でも、ずっと同じことを繰り返す人もいるじゃない例えば DV にしてもさ、あの、嫌な思いされても優しい時があるからと でもそのパターンにはまっているわけで、もっと言えば自立してないってことは、自立成長がまず第一ですよ。人と自分が生まれて、自分のことをちゃんと自分で支えて、愛してあげてっていう、それができて初めて、えー、誰かを好きになったりっていうことの本来は。 でもそういう大事なことを教えない方が経済が成り立つから、結婚相談所もね、えー、このぐらいになったら結婚するんですよ。じゃあ結婚しなくても先に打ち勝ったらどうですかとさ、いう部分だから、でも一番やらなくちゃいけないことは自分で一人ぼっちに至って大丈夫っていう自分を作ることですよ。っていう大事なことを、 おそのアートセックスとかね、そういうこと、性に関することによって、えー、なんか新しいきっかけを作っていきたいなと思ってるんですね。で裏を返すと、それをやるために、今までの莫大な、膨大な、えー、経験なり、体験があったんだろうなと思ってます。はい、どこまで行きましたっけで、31歳。よし。4分あるね。31歳。 で、ニューヨークで出会った日本人男性と結婚しようと飛べ。アメリカが呼んでると思って直感一人旅をしたんですね。まか不思議で言ってます。はい。で、えすぐに席は入れず同性生活を始めたが、2ヶ月間の幸せ期間。で、2ヶ月間の苦悩期間。で、2ヶ月間の思案、考える期間の末、 えー、同性を解消。相手は、作家になる夢を私に語っていたが、作家になれないことを見極め別れる。だって面白くないもん。<laughs> やっぱ書く人とかだったり、別に作家の人と付き合ったことはないけど、ビシバシの作家の人とは。でもやっぱクリエイターの人ってさ、なんか、やっぱりなんかあるわけじゃない。普通の人だったからね。で、それを、 これ31歳でしょ。でも、私、別れても別に、こう、なんていうの、多少は会いたとしても、どうしてるかとか、もう風の対応だというか連絡とか取ったりね、するから、初恋の人もね、Facebook で繋がっているし、で、この人とはね、31歳でしょ。で、40、ハワイにいた時だから42ぐらい、ぐらいに会ってるんですよ。 で、飲んでる時に、その話出たの。あなたは作家になるって,ってね、本書いてな、書いてんのと。ね、あなたが作家になるって言うから、私は本来表方の人間だけど、縁の下の力持ちになろうと思って行ったんだと。言ったの。そしたらその人が、えー、そんなことまともに信じてるのって言うから、ぶち切れて、ね、で、あの、大喧嘩して、二度と現れるんだと。で、まあ、あの、 今度は連絡してくんだったら本書いてからね、えー、連絡してきて、と。二度と会わねえと思うぜ、みたいな、なんかそんなこと言って、わかりましたけどね。はい。結局2ヶ月いて、相手を見て、まあ2ヶ月は楽しかったんですよ。で、そのうち要はマンネリパターンだって、だってさ、あれだよ、あのー、僕忙しいから定時に帰ってこないしって言って、毎日定時に帰ってくるからね。 おかしくない言ってることとやってることとかさ。まあ、でも楽しい2ヶ月でした。で2ヶ月間は悩みの働きに出たのはでも最後の2ヶ月かな。うん。ってことですね。はい。見極めました。 なのでね、皆さんもね、例えば結婚しよう、なんだか、いろんなところでさ、ブレーキーかけ、なんていうの、もうここまで来ちゃったからしょうがないとかさ、お友達なんて結婚式の、その日、結婚する日に、僕は実は創価学会だって言われて、でももうここまで来ちゃったらしょうがないって言ってさ、でもそこで辞めることもできたわけじゃん。そういう意味では。でそんな卑怯なやり方を、で、その段階、もし私だったら、あの、あんま宗教はわかんないんだけど、 でもそういう肝心なことをね、あの、どっぷり使ってた人らしいから、そしたらそこでやめるよね。<laughs> でもやめなかったっていうのは自分がそれを選択してるわけだから。うん、だから常にそういうことなんですよ。だ誰のせい流れがとかさ、昔はみんながこうだったから、だからみんながこうだったからで選んだとしても自分の責任であることをぜひ。 肝に銘じていただきたいと思います。はい、32歳まで行きましょう。人生のゴミ取りおばさんがいることを紹介してもらい、通い始める。これはもう日本に帰ってきて。で、以降8年、まあ9年ぐらい通ったのかな。で、やはり自分の本当の父親が、戸籍上の父親とは違うことを、おばさんのダウジング結果と母親の態度と、 妹の性格を判断し、見極める。あとはね、おばさんが亡くなった時にね、何気にね、まあ、亡くなりそうな人のあれで申し訳ないんですけども、まあでも自分もね、本当のこと知りたいからね。えー、ママが、あの、私があ、まあ、パパとママが結婚した時にあ、結婚する前に、ママはパパとしか付き合ってなかったのとかさ、ちょっとこう、死にかけてるおばちゃんに聞くわけよ。 そんなことないわよ。他にもいたわよ。みたいな。えー、そうなんだえー、なんていう人えー、北さんっていう人背が高くてね。貿易の仕事をしてる人よ。って言うわけさ。<laughs> ね、で、それはだいぶ後。その前に、えー、家族旅行でハワイに行った時があったんですよ。その時はこの、そのおばちゃんのそのことを聞かない前で、でも父が違うなっていうのが、そうやって謎解きね。そういうおばさんの力とかで分かってて、 かわい行った時に、ブチ切れて、私の本当のお父さん誰なのよって言ったの。まあ、あの、戸籍上に父がいる前で。で、これが父親がまたさ、まあまあいいじゃないか、そんなことって言ってきたのよ。で、それがサラリーマンなのよ。何でもことなかで主義を収めようとする。あのね、それ言うセリフ違うよ。何言ってんだ、お前。俺が父親に決まってんだろうって言わないと。 まあそこまで言わなくても、何言ってんだバカなこと言うなよでしょまあまあいいじゃないか、そんなことは。ね、サラリーマンの、もうどっぷり捕まってて、なんかあればことなかれ主義。それが言わしたもの。もしくは本当にそう思ってんのか。うん、っていうことですよ。だからそれもその時に、ああ、もうことなかれ主義でね、そう、それ言うこと、セルフ違うなと思いながら、ね、 もうすでに5歳の時に父親を信じてなかったっていうのが全部繋がるわけよ。<laughs> はい。ということで、えー、第何弾ですか、ね、人生はだから今は,今はさ、笑って言えるけどさ、その当時なんて言ったらさ、そんなには笑っては言えませんよ。全部これシリアスに、シリアスに悩んで泣いてもがいてやってたんですけど、今となっては全部 面白えなっていう感じです。はい、第8回目をお届けしました。